けない、アンディ・フグはこう話しておりました。前回はそういった武器があることを自分は知らなかった、今回はイーブン、フェアの中で戦うことができる、アンディ・フグはこう話しています。ロークックはこう、そうする、おっと左のハイキック、80キロの肉体、6月は165キロ、あでした。いやでもなんかすごい見た目は可愛らしい感じなのに、はい、でもパンチすごい速いですよね、はいはいはい、びっくりしました、動きが結構この愛嬌のある顔、パンチすごい速いですよね、はいはいはい、びっくりしました、動きが結構この愛嬌のある顔、そしてこのローキック、マサトさんがこれはいいな、おっと左のインド、いやでもまだダメージありますね、そうですね、まあとにかく立ち上がりから両者ものすごい手が、一度続けて負けることは許されない、 K1 のプライドにかけて、意地にかけて、マイク・ベルナルドがゲーリー・グッドリッチを倒しました、雪辱しました、その後右のローに合わせた右のフック、後頭部、さあしかしその後右のローに合わせた右のフック、ふっと姿勢をかがめてその上を通過していきました、非常に鋭い熱気、その体の中に鳥を捉えた、石井さん、いやすごいやっぱですね、やはりラッシュが来て、このマイク・ベルナルド選手に勝利者のトロフィーが振られます、あれでもサダは意識ないです、はい、石井さんね、ちょっとあまりも短かったんですが、はい、今度の12月のグランプリに向けて資格なしですかね、資格ないですね、ローキックのディフェンスも完璧だし、はい、で逆に蹴りを返してます、さあ右のロースリップとなりましたが、しかし効いています、ゴードン・マイナーのローキックも効いてます、はい、上から下へ投げ下ろすパンチ、右のフック、さあ見てみましょう、上から投げ下ろすようなこのパンチ、右のフック、左、テンプルですね、ねフィニッシュブローは叩きつける右フックから返しの左フック、そして苦手とされてきたローキック、さあ右のロースリップとなりましたが、しかし効いています、ゴードン・マイナーのローキックも効いています、はい、さあ右、ベルタント行く、ベルタント行く、バックスクリパンチ、上から下へ投げ下ろすパンチ、右のフック、さあ見てみましょう、上から投げ下ろすようなこのパンチ、右のフック、左、テンプルですね、ねフィニッシュブローは叩きつける右フックから返しの左フック、そして苦手とされてきたローキックのキックが、あるいは脳天をベルナルドの脳天を捉えれば、ああこの首のノックアウトも可能性があります、おっと加速から飛んでくる膝も要注意、いやこのクルトは全く右のスレッ、この KO を君に捧ぐ、この右フック見事にゲットに入ってますね、
れた、はい、クルトが崩れ落ちていきました。いやー、ノリカさんどうですか。ベルナルド選手かえっ、たたったたったたった、サードだ、左左リッダウンだ、リカフダウンだ。これでマイク・ベルナルド自信取り戻したんじゃないですかね。吹っ切られたんじゃないですかね。これでまたね、はい、頑張ってほしいですよ。そうですね、まさにこのマイク・ベルナルドがネバーギブアップの精神で、いよいよ今度10月5日マーク・ハンとの対戦ということになりました。こちらも一体どうなるのか。ただ、館長、ここ最近のベルナルドと違うという予感しましたね。そうですね、はい、確かランニーの写真見てかっこいいなと思ってたそうですね、うん、おっと今マイクはフグトルネードですよ今。そうですね、いやランニーの技さあ、そして聞いた、集めてて、ランニーの写真見てかっこいいなと思ってたそうですね、おっと今マイクはフグトルネードですよ今。そうですね、いやランニーの技さあ、そしてその短期決戦とは違い、4ラウンドじっくり戦ってチャンスをものにしたマイク・ベルナルド。一方、ロニー・セフォーも平和のトップクラスを相手に全くひるまないところを見。Punches as well from Mike. Yes, we saw a nice display of hands there. You know, Bernardo has got exceptional punching power. Very fast hands. Here's a strong big right hand from Bernardo. Espedito goes down. Come from Bernardo.Very much like, there we go, a strong right hand, very much like Francois Botta lost to Mike Tyson. Very similar punch. Tyson knocked Francois Botta out in virtually the identical manner. Here we see Bernardo just steps up and a strong right hand where the power of his punches obviously come all the way from... 時計が一旦止まっていました。本当にこのベルナルドの前に入っていく勇気ですよね。そこに入っていった、左の下。一茂さん、これですね、今の。しかしそこに、このマイク・ベルナルドのダッシュです。左右の服炸裂、ここで終わるわけにはいきません。マイク・ベルナルド、日本期待の立てるナイスファイトでしたが、最後はテンプルに入ってグラグラグラッと崩れ落ちていく、到達する札がある。フェイトーザのブラジリアンキックに名古屋ドームの距離に持ち込むと、何の迷いもなく